ミシェル・ジュール・マリー・レオン・ロッシュは、フランスの外交官。中日フランス帝国公使、幕末期の江戸幕府を支援した。フランスのグルノーブル出身。1828年、グルノーブル大学に入学するが、わずか半年で退学し、アフリカのアルジェリアに派遣される。フランスの遠征軍に参加し、アルジェリア侵攻以来フランス軍に対する。 抵抗運動を行っていたアブド・アルカーディルに対して戦闘を停止するよう交渉した。ロッシュはフランス軍とアルカーの二重スパイを務めていたと言われている。その後、父の命でフランスに呼び戻されアラビア語の通訳官となる。ロッシュはそのためアラビア語に堪能となりアフリカ諸国で総領事を務めることとなった。 特に1860年代初頭に領事を務めたさ、独米地下の夫妻イゃサでは、ハイルディーンパ社により進められていた、イスラーム世界及び、アフリカ世界初となる、憲法制定運動などの近代化改革の助言者となった。ロッシュを、中日フランス公使に任命する旨が記された、ナポレオン三世の信任状、1863年10月23日、付け。 外務省外交資料館所蔵八百六十三年六月七日、ロッシュは中日講師に任ぜられた。翌八百六十四年四月二十七日、初代中日講師であったドシェーヌ・ド・ベルクールが幕府にロッシュの着任を報告している。五月二十一日に幕府に新任状を提出した。ロッシュはアラビア語には堪能であったが、日本語には疎かったため、 元箱館ての宣教師で、デュシェーヌ・ド・ベルクールの通訳を務めていたメルメ・カションを、公使官の通訳としている。1866年末に、カションが帰国した後は、フランス公使官に通訳はあおらず、塩田サブローラ爆心が通訳を務めた。これは、多数の通訳官を有していた英国公使官とは対照的であり、結果、 反爆不勢力に関する情報収集能力に欠けることとなった。ロッシュの最初の仕事は、前年から外国船が航行不能となっている下関問題の解決であった。ロッシュは、英国講師、ラザフォード・オールコック、米国講師、ロバート・プルイン、オランダ領事のディルク・デグラーフ・フファン・ポルスブルックと共同で幕府に下関通行を呼び、 横浜砂糖に関する覚書を作成5月30日にこれを幕府に提出した7月22日4カ国代表は下関攻撃の共同協定に合意8月28日及び29日連合艦隊は横浜を出港下関に向かった9月5日4カ国連合艦隊は下関の攻撃を開始 戦闘は2日で終結し、9月18日には、講和が成立した。この時点では、専人のベルクールと、同様、英国との協調路線を取っていた。1864年12月8日、ロッシュは、幕府からの製鉄所と造船所の建設圧戦を依頼された。このことが、きっかけとなり、ロッシュは幕府寄りの立場を取るようになる。また、 新任の英国公使ハリー・パークスへの対抗意識もあり、内政不干渉を建前とする英国とは異なり、フランスは積極的に幕府を支援していく。主な政策は以下の通りである。さらに、徳川義信が将軍となると、幕政改革の構想を権限し、幕府中心の統一政権確立に努めた。ロッシュの幕府への極度の肩入れは、 フランス本国の意向を無視したものとなり、最後は個人外交の様相を呈してきたため、フランス外務省はロッシュに帰国命令を出したが、帰国命令が届いた時にはすでに幕府は崩壊していた。1868年1月1日に予定された兵庫外交を見守るため、各国外交団は前年12月から大阪に滞在していた。1月6日、 京都での清掃に敗れた吉信は大阪へ下った。1月8日、ロッシュは吉信との会見の約束を取ったが、これを知ったパークスが強引に割り込んだ。ここで吉信は、両公誌に大政奉還以降の敬意を述べ、また両公誌の意見を求めた。その後も情勢は、急激に動き、1868年1月27日から30日に、 発生したとば、伏見の戦いで、幕府軍は敗北、徳川義信は、江戸へ脱出した。幕府軍の敗北により、ロッシュは、外交団の中で孤立する。ロッシュは、江戸に戻り、2月12日、19日、20日に、江戸城に、途上、20日の越見には着任したばかりの、フランス極東艦隊司令官、大江提督を伴い、 吉野部に再起を促したが吉野部はこれを拒否した。その後ロッシュは兵庫へ戻り、他国の外交団と共同歩調を取り、明治政府に対して行くことになる。神戸事件、堺事件、キリスト教徒の保護など解決すべき事件は多かった。3月23日には明治天皇に越見した。しかし、間もなく、ロッシュは講師を罷免され、 1868年6月23日に日本を離れて帰国の音に着いた。彼の後任にはマキシュミリアン・ウートレイが就任した。フランスに帰ったロッシュは外交官を自死引退した。1900年6月23日、ボルドー郊外において90歳の長寿で没した。1858年の日仏、修交通商条約から数えて、 国交開始150周年となる2008年に NPO 法人日仏友好協会が日仏両国の代表的な人物を衣装としたフレーム切手を作成した。ロッシュはその幕末シリーズ10人の中に選ばれている。ありがとうございます。